どうも、こんばんは、NM です。今回は、教会の決戦 A やっていきたいと思います。まあ、グールだけなんでね、こんな感じでやるんですけど、アヤとイルイカ迷ったんですけどね、敵が1体なんで、なかなかブレイクの回数も少ないし、溜まるかどうか微妙だったんで、ブレイカーを2人入れてきました。今回敵多分結構硬いんですよね。B やった感じだと、硬いんで、僕の育成進んでないキャラたちだとね、厳しいかもしれない。実際ね、一回やって勝てなかったのかな、初日ぐらいに一回やって、勝てなかった。で、B やって勝てて、それでもまあまあ手応えあったから、どうなのかなと思ったんですけど。硬いね。普通に硬い。金木、東か錦かな。削って削ってブレイクさせて、勝って、ミス。まあスキルどっかのタイミングで打ってもいいし、ここで打ちますか一回。よいしょ。フレンドのね、金木くんめちゃくちゃ強いと思うんで、ここなんかランク上限上がってあれ150とかになったんですかね。もうすでに150いってる人とかフレンドにちらほらいてめちゃくちゃビビるんですけど、下に下げたやつでやってもよかったな。よいしょ、畳みかけます。次ヤモリのスキル使って歌出して、多分ブレイク寸前まで行くから金木貯めるか。歌出さなくても、でもシュート溜まってるから出すか。よいしょ。なら金木下げてもよかったな、今の全然余裕あったな。ほい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 、普通の不意打ち。やべえ、 HP がだいぶ減ってる。これはまずいぞ。だって一回殴る、スキブ使う、いやーでも認識入った時なくなるな、スキルが。それはちょっとめんどくさいぞ。でまた普通の不意打ちとかやられてもだるいしな。ギリギリ突破できなかった。やめて、不意打ち、不意打ち、不意打ちはやめてください。やめて。強い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 。これまずいかもしれへんな。26000でいけるか。それ使う。ここからはあれにするか、ブレイカーをループさせるか。ブレイカーを下げて、毎ターン毎ターンブレイクさせて金木のあれ貯めてあげたいから、でここでヤモリを下げればいいのかな。いやでももったいないな。やべ、今の下げた意味ないわ。下げないかよかった。
あいつ一発一発そんな強くはないな。やる、スキル使う、で金木を出す、歌しばく、毎回毎回ブレイクさせたいから、よいしょ、あーしくった。使う方上ので使って、こっち左下ので試させればよかったのか。うわミスったな。どっちがフレンドの金木だろう。見た感じ左、いや上の方かな、正面にいるのがフレンドの金木か。俺の金木クソザコナメクジだからな。あ強いわ。あいつの自傷行為みたいな、何なんだ、めっちゃ血出てっけど、使う、これ芝居たらやばいかな。歌で芝居たら歌があれになりそうなんだけど、いけるかな。いやダメだ、冷静冷静に判断しよう、冷静に。よいしょ、微妙い、こっちにするか、でこっち試さそう。よし、ここ一旦残そう。何これ、自分に HP 大回復、ふざけんなよ、やめろマジでそれ。でもあいつ自分で食らってんじゃねえかあ自分で食らってんじゃねえかあいつよ。歌下げる、歌出す、歌しばく、金木削る削る、ここいけいけ、まあ、たまれ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 、たまるかこれ。しばく、たまったスキルブーストで花27は、これもなんか最後まで見たのいつだろう。微妙いな、まだ死なないでくれよ俺。1万4000あればまあ大丈夫だろう。あいつどうせ大回復とかまた使ってくるから、2回殴った時は使ってこない、1回殴って2回目に大回復とか使ってくる場合あるのか。あーここ歌で殴らない方がいいよな、歌で殴らない方がいいのではないかな。右下のスキル使うか。うわ微妙いな、いやいかねえだろうな。ヤモリ出すか、仕方なし、仕方ないけど、スキル打つ、次大回復かなんかして勝手に自分でダメージ食らってもええんやで、錦さんよ。大回復だけするのはやめて、なんか回復なしとかなんかそのパターンはやめてね。やばい、おい出血しろや出血しろや、これ死ぬんじゃねえ俺。こうやってこうやって、いや俺これ死んだんじゃないかな。畳みかけます、頼むブレイクしろ。ブレイクしたのはいいが5275、お前回復しとけマジで一発殴って回復にしろ、二発も殴ってくんな、頼む。あぶねえ危なすぎ、笑った。まあギリいったなこれは、多分だけど、あいったわ、危な、死にかけたんだけど危ない危ない。あしかもスキルでフィニッシュしてねえじゃん、ダメじゃん、スキルでフィニッシュしてないっすね。グールだけでクリア、オーロ SR が1個もらえた。ということで今回は境界の決戦スキルフィニッシュ忘れてましたね。なかなか難しいですよ普通に、あインボークのイベント、まあ裏でやっときますわ。ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。